今日も文化服装学院の学生にファッションインタビューをしていきたいと思います。それではどうぞ。仕事としてのファッションを志したきっかけは何ですか？そうですね、なんか中学の頃から、ゴシップガールというドラマがめっちゃハマってて、その中の主人公たちの姿がめっちゃおしゃれだと思って、自分もそういう人になりたくて、なんかそれからファッションの仕事をやりたいって決まりました。憧れの人や影響を受けた人とは？LEX というアーティストがめっちゃ好きで、なんか曲だけではなく、本当なんかそういうその人のファッションセンスとか世界観とか、とっても好きです。あなたが思うおしゃれな人？そうですね、自分だけのなんかスタイルを、作られる人は、おしゃれな人だと思います。休日の過ごし方は？休日なら、絵を描いたり、なんか音楽を聴いたり、それと美術館行くとか好きです。芸術とかからファッションに影響を受けるのか？あ、そうですね。アルバイトはされてますか？一応なんかフリーランスのモデルの事務所入ってるから、なんか時々撮影の仕事とかあります。通ってるサロン？サロンはなんか竹下通りにあるメイン東京というサロンです。どういうサロンなんですか？いや、普通の表参道系のサロンになります。おすすめのアーティストは？さっきも言ったんだけど、なんか LEX というアーティストが好きです。その中の一押しの曲は？曲はラギュラルスという曲が。雑誌なら、イギリスの Paper Magazine という雑誌が、一番おすすめです。どういう雑誌なんですか？インディーズ系の雑誌だから、なんかファッションだけではなく、サブカルチャーなど、なんかミュージックとか音楽とか映画などの情報もいっぱい載ってるので、おすすめです。学校生活について、文化に入ってみて良かったと思いますか？そうですね、やっぱりなんか文化に入って、なんかいっぱいの人と出会って、なんか友達もなんか人脈も作って、それは一番良かったなと思っています。逆に辛かったところ？そうですね、なんか本当に課題の量が やばくて、なんかそれともなんか結構授業も結構厳しくて、正直自分のなんかメンタルヘルスについてちょっときついなと思っています。将来の夢や目標はありますか？将来はアートディレクターになっています。アートディレクターになったら、一番最初に何になりたい？そうですね、やっぱり雑誌の表紙とか、しているので、なんかインスタもなんか自分の作品も載っているので、なんか良ければぜひフォローしていただきたいと思います。フォローしてはい。ファッション流通家のトミーです。今年は23歳です。今日のコーディネートのポイントを教えてください。今日のポイントは、そういうゴシックファッションとなんかファンクっぽいのファッションの組み合わせです。トップスはどちらのものですか？ミルクボーイです。バックはどちらの？バックもミルクボーイです。バックとそのインナーはなんか、あ、そうですね、なんかちょっと色をなんか統一感をなんかそのため
メニューが来ました。パンツはどちらですか？パンツもミルクボーイです。パンツもミルクボーイ、はい、靴はグーチーです。グーチー、はい、アクセサリーはどちらで購入されたんですか？原宿でキューポットという原宿系のアクセサリーブランドのお店で購入しました。はい、店舗が原宿にあるんですか？そうそうそう。原宿で買い物はされますか？あ、そうですか。普段コーディネートを組むときのこだわりとかもありますか？こだわりやっぱり、はい、なんか全体的な配色かな、はい、ちなみに今日はどういったその配色を意識して？なんというかちょっとなんかコントラスト感を出すためになんかセーターはなんかこういう黒さんのやつで、それとインナーはこういうなんかちょっとサイドが高いやつを着て、そういうコントラスト感を出すためにのコーディネートです。今一押しのブランドはあります？そうですね、なんかマーク・ジェイコブスのなんか新しいクロージングライト、なんかヘブンというブランドが気に入っています。なんかコラボ